ムゲパーマーっていう認知度を広げたい、ぜひ皆さんに広めてほしい。始めたきっかけは斬新だったからです。この時こうしたらもっと面白いかな、常に模索して学び続けたからこそ今があるのかなと思うし、全てお伝えします。ユニ表参道のスタイリスト、リ・テスンです。そうですね、僕が今回やらせていただくセミナーは、産毛パーマというあまり聞き慣れないこうパーマメニューだと思うんですけども、もともとちょっと数年前に韓国ですごい流行ったこう女性のこうお悩みを解決してくれるようなこう画期的なパーマメニューがすごい流行ったんですけども、実際に日本でそれを取り入れてる美容師さんっていうのはまだ全然いないなっていうのに気づいて、ちょっと僕はいち早くその産毛パーマというのにこう始めさせてもらって、で普段サロンワークで本当に多くのお客様をさせてもらっているので、こう一番こう実践に向いたこう僕だから教えられるこうすぐ活かせるようなこうコツとかを今回のセミナーでは皆さんにお伝えできればなと思っています。ちょっとそのルーツ的な話にもなるんですけど、韓国がルーツにあるので、一応韓国語も理解ができるっていうのがちょっと一つの強みかなと思ってて、実際にこう韓国ヘアだったりとか、いろんなパーマっていうのを取り入れていく中で、こう実際にこう韓国の方たちがやってるこう施術っていうのを僕が見てこう聞いて話す言葉も理解できて、実際にこう日本でも落とし込めているので、そこがやっぱ他の方ではちょっと真似ができない、本場の韓国でやってるパーマのスタイルっていうのを再現できるのが強みかなと思ってます。そうですね、始めたきっかけはすごい簡単に言うと斬新だったからです。結構本当に初めて見る、最初なんかやってる姿だけ見たら何してるのか分かんないようなパーマだったので、これはちょっといいなっていうふうに思って、まずは本当にそうですね、印象的に新しいなと思ったから始めたのもあるし、いざ始めてみたら実際のこうお客様の悩みにすごいフィットして解決してくれる需要が高いパーマだったんで、続けていくようになりました。パーマメニュー基本的にそうですね、僕韓国ヘアとして、顔周りカットとかをメインとして、その集客させてもらってるんですけど、そういった時に、お仕事の時に結ぶ時に気になる顔周りっていう、ちょっとこう一つの共通のなんていうんだろうな、こうお悩みポイントでもあるので、ちょっとそういう結んだ時に気になりますよねっていうようなワードを含ませながら、ちょっとそこの産毛パーマっていうのがあるんですけどもっていうような話にこう展開をしていくことが普段のサロンワークでは多いかなと思います。投稿内容としては結構こうモデルさんの撮影だったりとかっていうのは結構少なくって、リアルなお客さんのビフォーアフターだったりとか施術風景の投稿っていうのを主にしてます。で、僕自身がお客さんとして美容院に行くってなった場合の時を考えて、ちょっとそういうお客様主体で乗っけてるような美容師さんの方がすごいリアルで求められてるかなっていうのを考えたので、僕は一番そのリアルを伝えるってことを考えながら投稿しています。あとは韓国ヘアって今まさにその一番ブームに乗っかっているスタイルになるので、投稿とかも、その時に合わせてリールの音楽だったりとかもやっぱり流行りに合わせて K-POP 使ったりとか、その若い世代が多いので TikTok の方にも投稿したりみたいな感じで、ちょっとその受ける年代だったりとか層を考えて投稿してます。あんまりこう考える前にとりあえず行動を移すっていうよりかは、行動を移す前にちょっと一回考えて行動するタイプですね。さっき言ったみたいに人より考え込むタイプなので、例えば何かこう他のスタッフがお客様施術してる風景とかを見たとしても、この時こうしたらもっと面白いかなみたいなこう思考を結構常に
頭の中で考えながら生活しているのが癖になってますね。もともとそんなに口数も多いタイプではないので、まあそれが講じてというか、まあいろいろとちょっと考える機会は多いのかなと思いますね。悪く言うとすごい消極的ではあるんですけど、まあよく言うと、まあちょっとこう丁寧なのかなっていうふうに思いますね。なんか大胆な感じとか、こうスピード感とかがすごい行動力あるタイプっていうよりかは、割としっかり考え込むところが良くも悪くも自分の特徴なのかなっていうふうに思っています。まあもしその面と向かってその場に2人とも居合わせる感じだったら、まずはやらせてみる、なんかあれこれ教え込んでからやらせるというよりかは、まずは実践してもらって本人がどう思ったかっていうのを聞いて、そこからこう解決策まで自分で一回出してもらって、その上でこう教えるっていうような段階を踏むように心がけてますね。ある程度こう何でも教えちゃえば、まあ早いは早いんですけど、そこのまあ壁に当たった時に自分で考えて乗り越えるっていう力が必要なのかなって思ってるので、教育する面ではそういうところを気をつけてますね。まあすごい言ってしまえば当たり前なことなんですけど、まあ常にこう学びを続けたっていうことなのかなと思います。僕自身、まあさっきの自己分析でもないですけど、器用なタイプじゃなくって、同じことを始めても最初はうまくできないタイプなんですけど、継続する力はある方なのかなと思っているので、やっぱりこうスタイリストにデビューした後もなんかこうふんぞり返るんじゃなくて、なんかこう常に模索して学び続けたからこそ今があるのかなと思うし、なんか韓国スタイルを推し始めた、まあ僕美容師始めた時点でそっちの道でやっていこうっていうふうには決まってはいたんですけど、手を出し始めたのも結構まだ他の美容師さんが全くやってない頃からやり始めて、ちょっと先にスタートうまく蹴れたっていうのも、やっぱそこでこう休まずに続けていたのが成果が出たのかなっていうふうには思っています。やっていきたい内容として、まあ産毛パーマだったり、あと根元パーマっていうのが韓国のパーマとかであったりするんですけど、まあそういうのをやってるっていうのもあるんで、まあそうですね、パーマ全体的に小手巻きパーマとかももうちょっとこう極めていきたいなっていうのもあるし、あとはまあメンズスタイルとかももっともっと集客して、まあ今でも来てくれるお客様は多いんですけども、男性比率とかも増やしていきたいなっていうふうには思っています。特に覚えてほしいところは、まあ毛流れのコントロールですかね。産毛パーマを、まあ、パーマでちょっと毛流れを作るっていうようなメニューになってくるので、そもそもの、まあ、その髪の毛の流れやすいこう馴染ませ方だったりとか、毛穴の向きのこう方向性の癖だったりっていうのをある程度こう理解していただけた方が、今後そのメニューを落とし込む際にも、まあ、ご自身がすごいやりやすくなるんじゃないかなと思っています。最近ちょっとジムに通い始めたぐらいですね。ちょっと健康意識で運動不足だったっていうのもあって、まあジムに通い出して、なんて言うんだろう、運動したりするとなんか初めて気づいたのは、なんか自己肯定感が若干上がりますね。なんか充実感が増しますので、運動はおすすめですね。SNS をインスタと TikTok2 つやっていて、まあ、両方ともそれが急にガツンとこう伸びて、全然こう売り上げデビューしたての時は、まあ、もちろん低いままスタートだったのが、すごいこううなぎ登りでランクアップして、かなり数字が上がっていった時が、まあ、いわばターニングポイントだったのかなと思います。自分の中では頑張ったタイミングが、そもそもコロナがすごい蔓延し始めの時で、なんかこう緊急事態宣言で1ヶ月家に出れませんみたいな時期に焦りを感じて始めたのがきっかけ
出会って、まあその時にあの TikTok も初めてあの投稿とかし始めて、でそれまでは結構僕の中ではなんかそういう自分自身を乗っける系ってすごい抵抗があって、今でもまあちょっと苦手なんですけど、だけどなんかこうやってる人がいないからこそなんかそんなことは言ってられないなと思って、まあ、自分自身のこう投稿だったりするようになって、ちょっとこう SNS への理解が深まったのが結構大きかったのかなと思います。はい、それこそまあ産毛パーマーっていう認知度を広げたいなっていうふうに思っていて、都内とかあの東京以外のところの美容師さんでも多分合わせて本当にやってる方まだ数人ぐらいの少ないメニューになってくるので、言ってしまえば僕自身がまあ独占はできる時期というか状態ではあるんですけど、まあ、それ以上にこうもうちょっとこう一般化してメニューが浸透してくれたら、まあ、変な話こう長い目で見た時に3年後5年後10年後までそのメニュー自体の人気があり続けてくれるのかなと思うので、まあ、今回はぜひ皆さんに広めてほしいなと思ってあの、はい、セミナーをさせていただきます。培ってきた全てのこう知識と技術をあの全てお伝えしますので、若干拙い部分もあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。